やばい、奇跡起きた。今日11日や。おかわり無料、食べ放題、ライス無料、21時まで。しかもリアルゴールドですよ、これ。え、いただきます。固めにしてますけど、なんだこれ。はいどうも、北の落ちたちのフェレット、アリくんです。今回訪問するお店は一角屋です。よー、まあ、一角屋ってその、はい、家系ラーメンの、はい、まあ、チェーン店なんですけど、まあ、一番もしかしたらみんな食べたことがある可能性がある。だから一角屋とか、うん、まあ、渾身屋とか、はいはいはい、こういろいろあるじゃないですか、うん、でまあ、僕もそのはしごラーメンとかでは行ったことあるんですけど、うん、まあ、ちゃんと行ったことないなと思って、はいはいはい、まあ、普通になんか味をこうすごいレビューするっていうよりは、うん、まあ、単純に行ってみようよっていう話で、今回、はい、近くや、はい、行きますので、チェーン店に行こう、はい、まあ、行ったことある人も多いと思うんで、はい、はい、ぜひお楽しみください。それじゃあご覧ください、どうぞ。はい、到着。うわあ、今日11時やん。あ、そうなの。やばい、奇跡起きた。今日11日や。安すぎる。すげえやばいってマジで。ラッキーすぎる。ありえない、たまたまだよね。たまたま。ちなみで。安すぎる。終わってますよ。スタ飯あるぞ。草丼割りの。ちょっとうまそう。うん、いろいろ。これ博多豚骨もある。油そばもあるしね。すげえ、油そばもある。あ、美味しそう、油そば。すごいね。いや、今日たまたま11だけどさ、ね、意識しなかったけど、やばない、500円だよ。やっちゃってます。しかもこんな大きいテーブルでさ食べられることもあんまないしね。さ、もう先に言っちゃうけどさ、もうそこなんだよね、良さって結構、まあ、チェーンの良さってさ、まあ、味とかそれはまあ置いといてよ、うん、置いといてだけで、やっぱ駅から近かったりとか店内が広いとかね、うんうん、まあ、カード使えるとか、はい、まあ、いろいろやっぱり利点はありますよね。家族で来やすいとか。一角屋のアンバサダーさ、ビッグボスなんだよね。ビッグボス結構いろんなところでさアンバサダーしてるよね、うん、一応監督ですからね、この人は。すごい若いですけど。リアルゴールドですよ、これ。え、いただきます。え、マジの普通のリアルゴールド。炭酸も強め。え、じゃあ行く必要ないじゃん、自販。うん、ここに入ればいいじゃん。自販行くんだったらここ行った方がいいよ。届きました。はいはい、お近くやらね。早かったですね、テイクは。やはり太め、うまそう、うん、結構やっぱプレーンな見た目だよね、チャーシューとかもさ、うん、うん、いや、そんなことないでしょ、普通に入ってやる。おかわり無料、食べ放題、ライス無料、21時まで。このブースめっちゃよくない？ドリンクコーナーとかね。じゃあパンスカパンに行っちゃおうかな、はい、今日は。お、もらい食べもあるし、だって無料なんでしょ。はい、そりゃ行くやろって話やん。うわ、いいってか、はい、このセットでいきます、今日は。はい、はい、完璧です。じゃあスープいただきますか。いただきます。結構普通っちゃ普通だけどね、チーユもそこそこにみたいな感じで、いただきます。うん、いや、うまいけどね、やっぱ。うん、結構味濃いっすね、味的には。でもうすごいクリーミーな感じ、滑らかで、うんうんうん、まあ、あの深みはないかなって感じだけど、うん、まあ、普通にうまいけどね。てか580円なら何も文句ない。確かに。マジで。じゃあ麺固めにしてます。うまい、うん、エモいんじゃない？昔食べてたって感じだね。めっちゃ下向きで食べてたから実際、ね、そんなにパンチとかないから、まあ、ガチで家系好きな人からしたらちょっと問題なく感じると思う。まあ、濃いっていうね。うん、でも全然だって580円だし、普段も安いでしょ。しかもやっぱライス無料だからね。一応ほうれん草、ほうれん草めっちゃ多いんだよね。本当だ、めっちゃある。ほうれん草がなんか水まとってぐちゅってんの嫌なんだよ。はいはい、たまにあるんだよね。まあ、やっぱパキパキなとこはパキパキだね。国産の、国産ほうれん草とか。
あ、結構柔らかめな米ですね、うん、いやマジでライスね、食べるといっていうのいいわ。いやそうなんだよ、行くか迷うじゃん、いつも。そう、普通にプライベートで食べるとき。はい、これもやきゃべなんですけど、これすげえ量、すげえ量だよね、これね。つまみなのこれ、トッピングだよね、一応トッピング。ちょっと辛み成分が入ってる、ね、うん、あ、パクパクとした食感でいいですね。これなんだ、食べたことあるんだ、この野菜。え、マジキャベツともやしだからかわからないけど、ジローの野菜食べてるみたいな、うん、ちょっと感覚になる、本当に。なんかさ、おつまみメンマ的なさ、あれだよね、辛みが入ってる感じだよね。うまい、これご飯にも合うんちゃう、これ。うわ、いいね、漫画のそのガッツキがやっぱいいわ。でもこれもやきゃべなかったらさ、うん、580円だよ、やばいね。ネットワークでやばくない？怖っ。まあチャーシューはまあね、ちょっと見た目からして物足りないさは感じますが、でも別にこっちにうまいからな。はい、うん、うん、あとのコンビニラーメンのチャーシューみたいな感じです。でもうまい。しかも近くやってさ、遅くまで空いてるからいいよね。え、24のとこもあるわ、ね、ちゃん。うん、あーやば。だから酔ってる時にとかさ、行きたくなっちゃうんだよね、本当に。俺も蒲田で飲むこと多いからさ、あ、この辺でね、行っちゃうんだよね、本当に。で、一回海苔3枚食べてあげるか。俺は昔家系ラーメンのはしごしたことあるじゃん、うん、した。だからそこであんまね、家系とか食べてなかった時に、まあ、渾身屋とかいろいろ行ったんだけど、4店舗、5店舗ぐらい行ったね、中身のね、うん、コメントでなんか認められるのはなんか誠也だけだなみたいなとか来て、えだからなんかそっからなんとなく、うん、あ、家系チェーンって行かない方がいいのかなみたいな。あ、そうか、思っちゃう、動画的に、うん、うん、まあ結構ね、あのパンチは少なめだから、うん、プレーンなスープだから、これは味変の違いがあるぞってことで、ニンニク、マゴー。あ、マゴーって珍しいね、今となってはね。こういう店には、いや、ごま結構あるよ、家系はやっぱ、ご飯にかけてうまいし。で、まあ、58なんで、あの結構少なめですね、器もちっちゃいし、十分ご飯でいけるから。あんまりニンニク感感じれないけど、うん、十分十分。もやきゃべうんま。こちら刻み生姜、俺普段あんま入れないんですよ、刻み生姜って。味だいぶ変わっちゃうもんね。そう、刻み生姜ってさ、やっぱ匂い消しみたいなとこあるじゃん。ああ、だから俺入れないんだよね、普段。なんかいいせっかくの風味が抜けちゃうみたいな。確かに確かに、分かる分かる。さあ、確かに生姜俺入れたことないかも。いやマジでなんかね、なくなり、なくなるように匂い、食べやすくなる。うん、マジで良くも悪くも臭み消しみたいな。そうだそう、だから入れない、俺も入れないんだよね、生姜めったに。まあでもね、やっぱいくらでもアレンジの試合あるのがいいっすね。うん、結構行列のできる家系とかさ、有名なところとか行くとさ、もう最近俺ニンニクすら入れないこと多いんだよね。なんで？やっぱそのままで最後まで楽しみたいみたいな。あ、なるほどね。そう、全部普通で頼むしね、しかも。確かに確かに、濃いめにもしないみたいな。よし、ラスカル食いしよう。あ、それいいね、まあ、ワンパク食いない、ラスカル食い。めっちゃいいわ。実はめっちゃ書いてましたよ、一角屋の濃厚スープに合わせるのは新栄中華、あ、これ麺だ、これは麺について書いてますよ。あ、そうなんだ。加水率 28% っていう、カリ加水、じゃあ低加水麺に行き着いた。あ、加水率低めなんだ、麺あんまり意識しなかった。うん、硬い。あ、だから加水率低めなんだよ。もちもちみずみず系じゃなくて、いや、これ固めにしたからと思ってたんだけど、かなり歯切れいいんですよ、まあ、ブチブチと。
あ、じゃあこれがやっぱこだわりなんだね。じゃあおじゃふりかけね。え、鮭とわさびあります。え、神じゃん。じゃあ僕は鮭で。え、すごっ。なんだ、え、めっちゃいいじゃん。ご飯食べ放題、ほんとに。ふりかけって大人食べないよね、あんまり。地味にめっちゃうまいよ、ふりかけ。うまくね。地味にうまっ、ふりかけ。なんでだろう。あのふりかけ知ってる？なんかすき焼きのふりかけ、昔あったんだけど。ああ、赤いやつでしょ。うん、あれも、あれも一生食べてた。一生使ってた、中学生の時に。わかる、マジでわかる。で、野菜ふりかけ。ああ、でもね、結構やっぱ主張が激しくないから、マジで、まあ夜までやってるし、締めとかにまいいんじゃないかな。うん、飲んだ後の締めとか、うん、ここで飲みながら食べてもいいと思う、実際ね。うん、もうメインが家系っていうよりも居酒屋みたいな。そうそう、飲んでくださいみたいな感じだから。味の注文しました。座って待っていますね。あ、でもめちゃくちゃ柔らかそう。おお、いいね。でこれをね、ご飯に半身入れまして、こっちに置くのね。はい、でスープをね、ちょっとニンニクとかいろいろ入った生姜とか一かけ。あ、うまそう。楽しんでるな。はい、このままで濃くなっちゃいそうなんで、香り付けに。うまい。いい、食べたい。柔らかい味玉が非常に食べたい。これはうまそう。これやっぱラー油結構どっぷり入ってるんだよね。これでまた味変わるんちゃうか。そう、最初になんか、まあ、白いキャンバスだと思ってもらって、そこからいろいろこう色足ししていくみたいな。何色でも、ね、染まると思うんですよ。あの、スープ自体の主張が激しくないから。確かに。うん、ああ、なるほどね。プレーンだからね。まあ、それをね、嫌だって人がいますよ。確かに確かに。まあ、俺もやっぱいろんな家系食べてきて、もうガッツン来てほしいんだよ。だからちょっと物足りないから、今回ニンニクとかめっちゃ足しましたけど。うん。そういう楽しみ方ってことだよね。まあ、その変化もやっぱ一つの楽しみだから、うん、家系ラーメンって。いっぱいやん。そりゃそうだわ。ちょっとせっかくなんで、やっぱ飲める家系っていうのが嬉しいんで、はい、はい、ちょっとハイボール。俺、一角屋のハイボールとか行ったことないんで、うん、あのラーメン食べ終わった後、まず逆なんですが、あの試しにハイボールと枝豆頼んでみました。おー、うん、なんだこれ、めちゃくちゃスモーキーなんだよね。めっちゃいいのだよ、自家製作ってんだ。なんでスモーキーなんだろう。自家製ハイボールなんじゃない。聞いちゃうんですよ、これ。まさか、違うよね。マジで分かんないけど、すげえスモーキーです。一角屋のハイボール。うまいんだ。甘くない、あんまり。うん、で、一角屋なんですけど、はい、で、まあ、一系ラーメンって言われてるらしくて、まあ、一ってつくのいろいろあるじゃん。漢字の一ね。で、吉村屋の流派に属せず、独自展開した店もあり、一六屋の流れを含む、店は一系とも呼ばれる。うんうんうん、2010年代中頃から、大手外食産業が吉村やその他の家系店舗とは全く無関係に手掛けるチェーン店が増加し、これらは資本系と呼ばれる。はい、ああ、はいはいはい、はい、まあ、動画で僕らもね、あの話すのは初めてなんですけど。聞きますよね、まあ、そういう情報は知ってましたね、うん、直系を知ってる人からしたら、うん、まあ資本界みたいな感じでね、はいはいはい、なる人もいるらしいですよね。全く関係ないところ生まれた、まあ、インスパイア系ってことですね、要は。うんうんうん、まあ、だから家系って本当にファンが多いから、うん、もうどっかのやっぱデーとか、うん、やっぱ流派じゃないとみたいなのあるだろうね。分かってて、デじゃないんだなって分かりつつ、でも美味しいよねって食べるでいいと思うんですよね。まあ別に行かなきゃ、自分が行かなきゃいいって感じ。そう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 、別にそれを押し付ける必要がまずない。でこの検索欄で一角屋とか検索するともうパンって出てくるんですけど、うん、やっぱり一角屋家系じゃないとか、あ、一角屋とにかく家系と名乗んなっていう人がやっぱ多いらしいですね。まあ確かにそれはね、あるかもね。まあ、出ではないからね、うん、じゃないから家系っていうのはっていうのは、うん、この人の意見、一角屋ってまずいんですか？自分はそんなにラーメン食べに行かないので普通に美味しいと思ったのですが、口コミでいろいろ言われていて、で他のと店と比べてですかねって、チェーン店に期待すぎじゃないですか、うん、みたいな。いや確かにすぎる。うん、よく行きますと。でチェーン店で家系を名乗ってるのが気に入らないとか、うん、まずいってことじゃないけど美味しい個人店と比べたらやはり劣るので、うんうん、まずいという強い言葉ですっきりしたいのか、
とか、まあ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 、いろいろ、まあまあ、確かに確かに、めちゃくちゃ議論されてますよ、本当に。まあ、チェーンの良さってね、他にあると思うから、やっぱり。そうなんですよね、うん、入りやすいとかさ、どこにでもあるとか。はい、というわけでごちそうさまです。どうもでした。いやー、行ってきました。はい、一角屋、まあ、いろいろ知れましたね。はい、そうだね、実際俺らも知らなかったん、ね、そう、なんとなく、うん、もうそのコメントとか来てて、うん、そう、なんか行かなくなっちゃったんですけど、はいはい、いやそうだよね、やっぱなんか戦い方が違いますね、ターゲット層も違いますね。そう、だから逆に言うとその一角屋さん側も、うん、なんだろう、そんなクロートに来てほしいと思ってないじゃないですか、そもそも。そうだね、それをクロートはクロートなりに食べたいラーメン屋さんがあると思うんで、うん、ご飯もやっぱおかわり無料ですし、うん、11の作りはもう本当に580円なんで、学生的にもやっぱ嬉しいですし、本当にやばい、まあ、家族とかでも入りやすいです。そうですね、うん、で結構本当に店舗数も多いので、うん、はい、まあ、そういう点ではやっぱりいいんじゃないかなと、うん、はい、思いました。まあ、というわけでね、はい、ぜひあのコメントをよろしくお願いします。はい、はい、まあ、僕は私はこう思うよって方で、ね、確かに確かに、ぜひコメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でコメント、高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。